専門学校。君たち、早く持ってこいよ。わかりましたよ。バシャバシャバシャ。もうなくなっちゃったよ。早く。かしこまりました。札幌クラナシ生ビール新発売。飲んじゃうわけだよ、クラナシだもん。今週のショービズラインナップ、まずはじめいつものように全米映画興行成績ベスト10。映画マスクでレースベンチに続く大ヒットを飛ばしたコメディアンジム・キャリー。フォレスト・ガンプでトム・ハンクスの母親を演じた3時の母サリー・フィールド。トゥルー・ライズで T2 以来3年ぶりにシュワルツェネッガーとコンビを組んだジェームズ・キャメロン。映画依頼人で殺人事件を目撃した少年を演じたブラッド・レンフロー。映画あなたに降る夢で警官とウェイトレス演じたニコラス・ケイジとブリジット・フォンダ。そしてアメリカの最新チャート8月6日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショービズ、この夏銀座7丁目劇場が富士急ハイランドに行くんやて。むっちゃ笑うてや。めっちゃ絶叫もんやで。ほんでから富士急ハイランドに来てな。ダイヤトーンの音がワイドビジョンを変えた。 DDSS スピーカーシステム、弾けるボーカル、リッチな低音、映像と音が美しさを競う三菱 CZ ワイド32。音も綺麗。三菱。この夏銀座7丁目劇場が富士急ハイランドに行くんやて。むっちゃ笑うてや。めっちゃ絶叫もんやで。ほんでから富士急ハイランドに来てな。ライオンキングがまたまた新記録を樹立しました。ディズニーの発表によると、アメリカにおいて公開33日で興行収入2億ドルを突破したとのこと。これは23日で突破したジュラシックパークに次いで2番目の記録になり、39日で達成したバットマンの1作目を抜いたことになります。日本でも公開2週間で8億7000万円の興行収益を上げています。先週、元バスケットのスーパースターマジック・ジョンソンが主催する毎年恒例のミッドナイト・マジック・チャリティー・バスケットボールトーナメントが行われ、熱烈なバスケットファンであるアーセニオ・ホールがコーチ役を務め、相手役のコーチをビリー・クリスタルが務めました。試合にはバスケット界の大物に混ざって俳優のジョン・ラビッツやトム・クルーズらが参加し、会場を沸かせました。試合後のインタビューでトム・クルーズはプロの選手のようにこう語りました。Well, you know, I felt pretty good about it. You know, Queen Latifah really got us ready for this game, and, you know, we had a lot of fun. We're looking forward to next season, though. You know, the season's over, so we're just gonna enjoy this victory and then move on from there.ローリングストーンズのブードゥーラウンジツアーがワシントン DC の RFK スタジアムでスタートし、地元のファンは大いに満足したようです。53の都市を回る今回のツアーについてミック・ジャガーは、最近コンサートの準備時間が長くなったが、それは年を取ったからではなく、コンサートの時間が長くなったからだとコメントしています。今週の10位、初登場ブラックビューティー。シザーハンズの脚本家キャロリン・トンプソンが挑んだ黒馬物語のリメイク。主演はネイキッドのデビッド・シューリス、共演ショーン・ビーン。9位、ラッシー。2週目で2ランクダウンのファミリードラマ。名犬ラッシーと家族の触れ合いを描きます。主演トーマス・ビリー、共演ヘレン・スレーター、監督ダニエル・ペドリ。8位、スピード。8週目で2ランクダウン。チャート上でのスピードはやや鈍ったものの、
トータル1億ドルは楽々突破のノンストップアクション。主演キアヌ・リーブス、共演サンドラ・ブロック。7位、エンジェルス・イン・ザ・アウトフィールド。3週目でこちらも2ランクダウンを喫した野球ファンタジー。天使を見た少年はごひいきチームの守り神になれるでしょうか。主演ダニー・グローバー。6位、初登場、 It could happen to you。 放題、あなたに降る夢。警官がチップ代わりに渡した宝くじ、これが大当たりとなってウェイトレスは大喜び。でも欲張りな妻がしゃしゃり出て、さあ大変な人情コメディ。主演ニコラス・ケイジ。5位、ライオンキング。7週目でワンランクダウンとはいえ、トータル2億1800万ドルを超えたディズニーアニメーション。声の出演はマシュー・ブロデリック、ジェレミー・アイアンズ、そしてウーピー・ゴールドバーグ。4位、ザ・クライアント。放題、依頼人。2週目で2ランクダウンのジョン・グリシャム原作サスペンス。小さな依頼人をめぐり、女弁護士と連邦検事が対決、そして巨大組織が動き出します。3位、トゥルーライズ。3週目で1ランクダウンのスパイアクションコメディ。夫はなんとスーパースパイ。初めて知ったこの事実に妻はどう答えるでしょう。主演アーノルド・シュワルツェネッガー、監督ジェームズ・キャメロン。2位、フォレスト・ガンプ。4週目で1ランクダウンのファンタジードラマ。アメリカ現代史を駆け抜けるガンプの不思議な冒険が感動を呼びます。主演トム・ハンクス、そのママ役にサリー・フィールド。1位、初登場、マスク。強力ライバルを押しのけてトップの座をもぎ取ったコメディ界の新星、ジム・キャリーの SFX アドベンチャー。冴えない男が古代のマスクを手に入れてヒーローに変身します。監督チャールズ・ラッセル。マスクの予想外の大ヒットの要因は？もちろんエースベンチャーのペット探偵ジム・キャリーの力でしょう。成功の背景を分析すると、まずはニューラインシネマの効果的宣伝戦略。おかげで誰もがマスクのことを見る前から知っていました。さらに目玉が飛び出すぐらいに見事な特殊効果も見逃せません。ジム・キャリー演じる主人公がほとんどアニメーションのキャラクターのように見えますからね。従来アニメでしか成し得なかった芸当を彼はしてみせるんです。狙い通り若者を魅了したマスクは大人の観客の好奇心も誘って、彼らの動員にも成功。予想をはるかに上回るヒットになりました。ビートルジュース、ジキル氏とハイド博士に匹敵する映画ですよね。1位の座は奪われたものの、フォレスト・ガンプ依然好調とか。その通り。フォレスト・ガンプはこれまで3回あった週末にいずれも2000万ドル以上の報酬を上げました。これはジュラシック・パークだけが成し遂げていた大記録です。今週の目標にはトータル1億5000万ドルを突破すると見られています。封切り30日でこの数字を上げたということは、つまり1日平均500万ドル稼いだというわけで、ものすごいハイペースですね。海外では先週末、日本でフリントストーンが公開されていますね。大ヒットしてますよ。日本では104巻の封切りで2日間に170万ドルも稼ぎました。メキシコでも3日間で260万ドル稼いでいます。これはジュラシックパーク、ライオンキングを上回る最高の数値です。一方イギリスでもフリントストーンは10日間で1250万ドル近くの報酬を上げ、ジュラシックパークに次ぐ記録となっています。同作の世界配給を担当している UIP の宣伝が功を奏したと言えるでしょう。フィンランド、イスラエル、ポルトガル、トリニダードでも今週末にフリントストーンがオープンします。その成績にも期待がかかりますね。はい。ところでニューラインがリーサルウェポンの脚本家シェーン・ブラックと契約を交わしましたが、これまで低予算映画をメインにしてきたインディー系の映画会社ニューラインの台頭を示すものですね。今後大手スタジオと肩を並べる存在としてメジャーな活躍が期待されます。今週1位に飛び込んだマスクはこの夏最もワイルドな映画と評判ですが、主演のジム・キャリーの評判も上々。赤丸付きの新星に取材しました。数世紀もの間海底に眠っていたこのマスクは、かつていたずらの神様が所有していたもの。神様の遺伝子はバックス・バニーのそれと共通していたようで、おっとり型の青年も彼のマスクをつけた途端、僕
マスクには豪華な SFX が詰め込まれています。その効果を最大限に生かすためキャリーに求められたのが忍耐でした。Drama, you can go to the set and kind of be, you know, pissed off, and you know, they go, that's beautiful, use it. You know, comedy, you have to put yourself in a place. I mean, it has to come from a place, especially something like this, where the mask is so alive and so, you know, affecting everything around him that you gotta set yourself on fire somehow. コメディ界の新星、キャリーの人気にも十分火はつきました。大当たりしたエース・ベンチュラ、そしてマスクに続いて彼は、ダマ&ダマーの撮影に入っています。さらに、バットマンシリーズ第3弾では、リドラを演じる予定。しかし彼は、新作についてあまり多くを語ろうとしません。It's gonna be nuts. I mean, I've already had, you know, friends of mine that say, please don't do that to me after dark. 人気は上がっても生活にあまり変化はないと言います。I'm pretty much the same as I've always been. So I mean, I'm just working a lot more, you know, and that's it. That's the difference. ナンバーワンヒットとなったマスク、その続編はあるのでしょうか。If it does well, they'll do another one. So, you know, get out there! You know, I'd love to do it, though. I mean, it's a worthwhile character to me. So, Ace as well. I love the character, so I'd love to go back and do it. But if I do, like, Ace 6, just shoot me in the head. Somebody stop me! Dennis Michael, CNN Entertainment News, Hollywood.一歩後退したものの第2位でヒットを続けるフォレスト・ガンプ。その主人公は自分の成功は全て母のおかげと考えているようです。フォレスト・ガンプの偉大なる母を演じたサリー・フィールドのインタビューをお届けしましょう。フォレスト・ガンプでフィールドは期待と重圧の狭間で息子を見守る母の役。ママ・ガンプは平均以下の IQ に生まれついた息子に驚異的な人生を望みます。数年前、パンチラインでトム・ハンクスの恋人を演じた彼女ですが、今回はハンクスの母。しかし、父役も楽しかったとフィールドは言います。Oh, it was a blast. It was really a fun. We worked on it a long time. We tried many different ways, and we chose to be as simple as possible. And so a lot of it I had to just play. 二人は長年の友人ですが、老人メイクの彼女と大人子供の頑固的振る舞いに徹する彼が顔を見合わせて吹き出すようなことはありませんでした。There's never a transitional moment where you're looking, Sally is looking at Tom and going, whoa, what are you doing? He was Forrest, I was Mama, it was all the time. You know, he called me Mama, you know, when he would see me. この映画で歴史に残る男性たちの背後に控える母の存在を称えるようになりました。In a kind of chauvinistic female fashion, admittedly so, there is a kind of feeling of that women have an ability to carry on, and you know that women find a way to make it, find a way to raise them and make a living and turn out a productive member of society. And you yourself did. I mean, were there times that you said, I can't do this, I don't know how to do this, oh, I don't know you, what to do. You bet. Oh, daily. And I have a 24-year-old, a 22-year-old, and a 6-year-old. So I'm still saying that. I think you always say that, even if your children are in their 30s and 40s or whatever, they will always be...スクリーンでも私生活でも偉大なママ役に満足げなサリー・フィールドです。
今週も3位につけヒット街道を爆進するトゥルーライズ、まもなく興収トータル1億ドルを突破と見られるこの新作で、監督、制作、脚本を手掛けたのがジェームズ・キャメロンです。あらゆる手段を駆使して観客をハラハラドキドキさせることに燃えるヒット作りの名手キャメロンに聞きました。キャメロン監督作では常に最先端の技術が見られます。ターミネーター2では液体スチールを、アビスでは水中装置を披露し、今回のトゥルーライズで彼が挑戦したのはなんと馬の活用法でした。That was the scariest for me because it had the most X factor, which is the brain of a horse, which is about the size of a sunflower seed apparently. It was crazy.I mean, you do two takes perfectly, and the third take, the rider would go pitching off into the bushes, and are you all right there? 最新テクノロジーを使いこなす腕には定評のあるキャメロンですが、馬やシュワルツェネッガーのような生身の相手はどうでしょう。Arnold said that actually when he was in his Harrier jet, you said no one could go to the bathroom. No, I didn't say nobody could go to the bathroom. I said they could go to the bathroom, but they'd be fired.There was a certain day when I was trying to get a shot, and about four or five times in a row, I would get all set to roll on the shot, and somebody, and it was never the same person, was not there. After the fourth or fifth time, I said, next person that stops me from rolling on this shot, because they're in the bathroom, is fired. So, see, it wasn't like a general rule. See, this is how these things get exaggerated. I mean, you go psychotic for one moment...ハリア戦闘機の場面では彼は空中からの演出に挑みました。How do you up the ante? I don't know. I'm doing Spider-Man next, and it should be a pretty wild ride. 彼なら世界で一番ワイルドで刺激的な雲の巣も楽々作ってみせるでしょう。アートネイチャービリーブ。夢に見た一日がやってくる。この夏一番長く暑い日、誰にも負けない、自分に負けない、アートネイチャー in 鈴鹿八体。本当はあるリンコ、本当にないリンコ。ハラヘリンコ。はい、おいしいわよ、こってリンコ。出たリンコ。ショービズ。ジョン・グリシャムの小説を原作にする依頼人でスーザン・サランドンと共演したブラッド・レンフローをご紹介しましょう。11歳の彼は私生活でもトラブルに巻き込まれたおかげで、現在4位で検討する映画に抜擢され、スターとの共演を果たしました。So what you're trying to say is, if I don't answer your questions, I can go to jail? Maybe.依頼人への出演が決まる直前、レンフローが刑務所行きを間近にしていたというのではありません。しかし、レンフローを映画に推薦したのは、彼の学校で麻薬教育プログラムの運営に当たっていた地元の警官でした。Do I need a lawyer? What for? To protect my rights. No. You hadn't been in trouble, had you? With the law or at school? Well, can I take the Fifth Amendment? No, you cannot.Why not? It applies to kids, doesn't it? You're basically a good kid, right? What do you mean by good kid? Well, I mean, you weren't like a big troublemaker, right? Well, no, I didn't try to make trouble. He's a troublemaker. Yeah, I was wondering. He's a troublemaker. So that's the kind of kid you wanted, a tough kid who, you know,
Who knew? I felt that that was the integrity of the piece. I needed the real thing. I must, out of an abundance of caution, advise my client to take the fifth. 神経質な俳優レンフローは共演のスーザン・サランドンから一人前の扱いを受けましたが、彼女の助言は求めなかったといいます。I would never presume to educate another actor. I think that he gave me notes by the end of the shoot. Let me go. I'll hitchhike if I have to. You are crazy. You're going to get yourself killed. 演技の虜になった11歳の少年はまるでデニーロかブランドといった口ぶりで役作りを語ります。 Acting is not acting. You are...You become the character. And while you're shooting a movie, or at least with me, I'm always that character. Even, you know, when I sleep, when I get up in the mornings. So what's Tommy Lee Jones like in person? What wanton hubris is this? Speak, child, now. He's a very serious actor, you know. He's very professional. He gets there, he does his work, and he jets, you know.プロへの道を順調に歩み始めた彼は現在ピーター・ホール監督作「ザ・キュア」の撮影に入っています。今週第6位にランクされた映画「あなたに降る夢」は競合ひしめく夏の映画市場で健闘を見せています。この映画の特徴は今年の夏の作品の中で唯一のロマンチックものだということでしょう。この映画ではチップの払えない警官がウェイトレスに後でたくさんあげると約束します。この賭けは大当たりし、2人は一夜にして億万長者になります。実生活で2人は有名人の家庭に生まれ育ちました。フランシス・フォード・コッポラの甥にあたる刑事はコッポラという名に生まれたことは不運だと考えています。Early on, you changed your name, your last name to Cage. Was that a significant point in your life as an actor? Yeah, it was. I would go into a casting office and talk for like a half hour about Godfather 2, and I was trying to prepare myself for this audition, and before the end of it, it was about, well, what's Francis doing? So when I changed my name to Cage, it did have an effect. It was a good thing. My way of dealing with it is that I kind of wanted to go through it.I thought I'd never be able to skirt around it. ケージとロージー・ペレスが演じる夫婦は突然の富に対して全く違う反応をします。実生活でも大穴を当てたと言ってもいいでしょう。 When you got your first big good paycheck, what did you spend it on? I had a situation where I was in a schooland I took the bus because I didn't, you know, I didn't grow up with a lot of money. And there were girls at the school and they were wonderful, but they wouldn't go out with me because I was on the bus. When I got a certain amount of money, I went ahead and I bought the, you know, I went ahead and I got the Corvette, you know. A truck! I'm saying I bought a truck. It's great. What kind of truck? Because it got a lot of potholes. Yeah! Like we're on two different channels.I'm CNN. She's the home shopping network. Can money buy happiness? No, it can't buy happiness, but it makes it a lot more comfortable along the way. この映画は金銭関係で壊れたケージとペレスの結婚、そして大金で結ばれるケージとフォンダのおとぎ話のような恋愛を描いています。Well, what you find is that you got to sort of push the toboggan to the top of the hill, and then you get that really great free ride for a while, and then you got to kind of like scoot it back up again, and it's not a free ride, but it certainly is a ride. For as rich as you are, it's much better by far to be young.ラッキーな恋愛がこの映画のテーマでしょうが、この作品が映画館で興奮を手にするかどうかは今後にかかっていると言えそうです。